これは使えるんでしょうか。使えないような気がしますがね。柔らかいです。こんな感じですね。非常に柔らかいです。なんか使いそうな気がしてきたな。もう硬くなることはないと思いますけれどもね。一応これを拭いておきます。表面にかけておきますね。バンドで締めたら、まあだいぶ縮まったんですけれども、やっぱしね、インシュレーターとキャブの間にちょっと隙間があるのが気になるんですよ。その隙間にですね、耐熱のバスケットシール、これを塗りたいと思います。これ本当はね、あんまし塗りたくないんですけどね、もう取れなくなるんであんまし塗りたくないんですけれども、塗りたくなかったんですけれども、まあ虹やが入るのも嫌なんで、一応塗ってみました。アセトンにつけて、それをですね、洗って装着して1日経ってますけど、全然ね、バンドですからね、変わらないですよ。柔らかいままです。おそらくこの柔らかさは変わらないと思います。何日経ってもような気がしますね。一応ですね、キャブとインシュレーターのつなぎ目のところに、シール剤、液状ガスケットを塗りました。あんましね、混合ガスの混合ガスがスムーズにこう流れないような気もちょっとするんですけれども、虹やが入って、エンジン不調になるよりは、マシかなと。
まあ、これはこれもオーバーホールして、まあ状態は悪くないと思うんですけれども、今ついてる100メーター、これも最近中を掃除しまして、バランスも取って、非常にいい状態なんですけれども、まあ、これ外してですね、このキャブというかこのインシュレーターね、インシュレーターから漏れないかどうか、漏れというかエアを吸わないかどうか、使えるのかどうかを試したいんで、今回はあえてこの調子のいいキャブレーターを外して、この硬くなっても使い物にならなかったインシュレーターなんですけども、非常に柔らかくなって使えそうなんで、ぜひ装着して、結果を見たいと思います。これ、ニコのキャブレターなんですけども、これが今外したキャブレターなんですけども、これ調子は非常にいいんですけれども、そしてこっちがカチカチに なったインシュレーターを、アセトンで柔らかくして、広がってた分ゴムバンドで締めてなんとかつけたいんですけれども、この2つのこのインシュレーターっていうのは2年ちょっと前に、ね、社外品のインシュレーターなんですよ。これが4個でね、社外品なんだけど、いくらだったかな、1万近くしたと思うんですけれども、こっちは純正品の古いやつですね。おそらく新車時のものじゃないかと思うんですけども、これねよく見ると、ね、2年ちょっとなのにひびが入ってるんですよ。表面だけなんだけど、中の方は分厚いんで中の方は何ともないような感じなんですけども、表面にねそれぞれ全部そうなんだけど、1番から4番まで表面だけなんだけどひび入ってるんですよ。これカメラが映ってますかね、ちょっと危ないんだけど、このインシュレーター、こっちはカチカチに硬くてアセトンに入れて、ちょっと大きくなったインシュレーターなんですけど、ね、こっちの方がねはるかに柔らかいですね。こっちも硬いです、今までついてたやつ。それでねちょっと広がったっていうか、全体のこれ大きくなってしまったんですよ。それでどれぐらい大きくなったか、この径面、中の径がどれぐらい大きくなったかちょっと覚えてるんですね。まずこの今までついてて広がってない方、内径をちょっと測ってみます。インシュレーターの内径をちょっと測ってみます。33.6、一方ですね、この硬くて広がったやつ